赤水渓谷地図赤水渓谷は、秋田県北秋田市森吉にある渓谷。小又京の上流、野呂川源流部にある赤水渓谷は、桃堂赤水分岐からうさぎ滝までのなだらかな一枚岩盤の有事渓谷が約3キロメートル続く渓谷である。通称、天国の散歩道と言われる。水深は3から1 0トルで、大小の大穴と滝が点在し、 玉川温泉や秋田焼山に続く重曹路ともなっている。増水時には歩行が不能で全域が遊漁禁止区域になっている。桃堂赤水分岐から左に15分ほど進むと渓谷の入り口に到着する。最初に出会う王傑の滝は落差3メートルほどだが流れいっぱいに連続する2つの王傑には岩が群れている。 ここから水深3から10センチメートルの起伏のない一枚岩盤のコースが約3キロメートル続く。約2.5キロメートルで赤水拓の本流と玉川温泉へ向かう重走路の赤水分岐に到着する。右の沢は約1.5キロメートルでうさぎ滝に至る。左の沢は約2.5キロメートルで群境の赤水峠に至る。そこから約2キロメートルで 柳沢林道に至る。柳沢林道から国道341号を経由して約6キロメートルで玉川温泉である。桃道、赤水分岐からまっすぐ進むと桃道渓谷になり桃道の滝がある。赤水渓谷は桃道渓谷や小又橋と同様に約200万年前の森吉さんのカルゲラ噴火の火砕流が堆積した溶血業海岸が 侵食作用によって形成された谷である。両線部には北御葉松や根津子の巨木が林立する。ありがとうございます。